はいどうも、古市です。今回も信長の野望創造 with パープキット雨ごけ編やっていきたいと思います。いや、だいぶね、期間が空いてしまって、もう一度ね、3週間ぶりですね。まあ、とりあえずやっていきましょうか。戦国殿がありまして、三木城を包囲すればいいんだね。ちょっとまあ3週間空いたのは特に理由ないんですけどね。まあちょっとね、戦国時代の勉強しようかなと。読むだけですっきりわかる戦国史っていうね、小説を買いまして、まあね、読んでて、そう、雨ごけが出るまでね、読もうかなと思ったんですけど、まあ全然出てこなくてね。応仁の乱と、あの関東の、まあ、北条早雲とかね、そういう時代の話、あの関東の上杉家とかのね、話を読んでて、まあ、全然出てこないんでね、一旦読むのやめて、もう今ゲームやっているというところでね。雨ごっけはちょっと時代的に中盤なのかな。出陣するぞ。この戦、我らの勝ちだ。さて、降伏はしないのか。表情を始めますぞ。報告いたしますぞ。まあ、本をね、読んだおかげで関東上杉家あたりはある程度分かりましたね。お、従属か、いいだろうっていっぱいいるな。従属してるね。従属はどこがしてんだ、主に三村家とか吉川、旗の家は刺してもしょうがないよな。細川家はだいぶちっちゃい家だけど、まあとりあえずいいかな。じゃあ巡察をしまして、こんなもんかな。家臣は大丈夫かな。まあいいか。まず三木城まで、まあ、一気にね、攻め上がろう。赤松家は滅んだと。あ、じゃあ一度仲間にしておきたいけど、結構距離があるんだよな。まあちょっと蹴散らしてから一旦退却しようかな。待って、まずね、期限を見よう。40年の12月なんで、あと1年か。この戦、我らの勝ちだ。元気な赤子だな。うむ、元服の暁には義久と名乗らせるとしよう。ご命令を報告いたします。何気に硬いね。ご命令を報告いたしますぞ。この戦、我らの勝ちだ。敵将、さて、三木城を包囲するとなんかイベントが起きそうなんでね、一度引かせていただきましょうか。戻る。騎乗する。出陣するぞ。退却ですぞ。よし、これで赤松家を取り込んで、まあ、人たちを取り込んで、先月の終始です。お、小寺正元だっけな、と金田博久。何家だこいつ。解放しろ。まずまだ到着しないんだ、だいぶ遠いな。表情を始めますぞ。先月の終始です。あ、黒田さん、あ、そうだね、赤松家って言ったら黒田と、まあ一応小寺だね。よし、そうだな。表情を始めますぞ。先月の終始です。10人ここだね。小寺が低いのか。裏切られたくもないし、とりあえずこいつ送って、上田さんに行ってもらおうか。なんか家宝、あ、売ってるね。よかったよかった。
ありがとうございました。お前もとりあえず黄色にして、そうだな、黒田を送って、忠誠を上げたいね。小寺正元か、小寺はいいかな。まあ、だいぶね黒田を優遇してますけど、まあ、出てくるね、黒田家の武将は全員有能なんで、残しといてね損はないでしょう。よし、じゃあとりあえずはね、まあ、ここの4条の兵力が回復したら攻め込もうかな。とはあまり時間がないな。早めに包囲していった方がいいよね。表情を始めますぞ。先月の終始です。何もない、何もないと。あ、好き者としてか、法を手に入れたと。よし、じゃあとりあえず今回のターンで攻めようか。腕が鳴るぜ。三木城行くと何かあるのかな。出陣します。我が戦お見せしましょう。出陣するぞ。出るとするか。さて、敵合わせて1000。行くぞ。よし、任せた。我らの勝ちだ。表情を始めますぞ。先月の終始です。さて、何が起きるんでしょうかね。包囲するぞ。お、京への道達成と。あ、何もないんだ。どうしようもないぞ今は。とりあえず強行しておくか。これはちょっときついな。1540年7月、大内家を名士として尼子家の打倒を目指す反尼子連合が結成されました。おお。我らも表情にいて味方になってくれそうな大名に加勢を頼みましょうと。なんとそれは大変だな。特にまず敵はどんくらいいるのかっていうのを確認しないとね。ご命令よ。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。のみ影置きっていうのか。まあ、とりあえずそうだな、敵だ。山名家と別所家、毛利家かと遠藤家、遠藤はまあどうでもいいや、と大内家のみか、だとこいつらか。大内に従属していると思われる有馬家と松浦家だ。関係ないなこいつらは。だからここは、そうだね、ちょっと旗の家を従属させよう。味方になってもらうしかない。で、足利家も従属させよう。で、川の家も従属だ。あ、一条家よかった。従属させよう。で、君は、うちの連合だ。違う、三村家じゃねえ。こいつらか。あ、連合ではないけど、同盟なんで、まあ知らないよ、みたいなね。感じでしょう。北畑家とかもあんまりここら辺はいいかな。で、まあ本願寺家も敵の連合に入ってるようなんで、まあ一応備えておこうかな。ちょ、待て、まずは大内寄りの拠点をね強化しつつ、まあ、人を送ろう。有能な黒田いねえんだ。もう隠居の身だが
常久送ろう。もっと大軍動かさせた方がいいかな。よし、とりあえずは敵が攻めてくるまでは様子見でいいかな。よし、焼き撃つんだ。敵を引きずり出すのです。どっちにつくかね、はっきりさせるんだな。よし、概要集かな。さて、これでうちの連合もだいぶ人数がね増えましたね。ただ四国にいるだけで九州は味方がいない状態だな。ご命令を報告いたしますぞ。まあ、逆にね、この機会を使って九州をね攻める。なんなりとお申し付けよ。なんなりとお申し付けよ。まあ機会がねできましたね。まずは連合にね加担した別所家を打ち果たしてやろうかな。ちょっと待って、硬すぎる。お、つながりを確かなものとするためと。ありがとう。ご命令を報告いたしますぞ。じゃあ縁組させてもらうよ。正直政策を取り行います。何なりとお申し付けよ。送られてきたね、幼女が、幼女だよね。忠誠が低いっていう時点でね、ちょっと危険だな。このね城だいぶしぶといね。逃げたければ逃げなさい。やっとか。だからここはね500しかいないけど、この兵力じゃ無理だな。出陣する。津山城から呼んで、あとは一旦引かせよう。騎乗する。戻ります。まあ、合流した後攻めようかな。我が策、戦場を制す。ご命令よ、先月の終始です。御用を受けたまわります。ここ民中低いっていう、まあ俺が野球打ったんだったね。そうだね、ちょっと忠誠の低い赤松春政を送って、まあ内政任せようかな。よし、姫路城の我が戦お見せしましょう。天子久隆、久幸かなと迎合してね、行ってこい。我が策、戦場を制す。我が戦お見せしましょう。ご命令よ、先月の終始です。兵力的にどんなもんかまず見ようかな。前線戦闘高津城が1500、あ、なんか山口館以外だいぶ少ないんで簡単に攻めれそうだよね。ただこれ一気に攻めておきたいな。行くぞ。我らに撃てぬ敵はありません。待って、まずね援軍を送ってもらいましょう。こいつら従属してないのか。そうだな、待ってね、見えないな。弓木城は難しいんで、武田城っていうのかなを落としてもらって、足利家には、足利家にね戦させるわけにはいかないな。まあいいや、とりあえずね、のんきに京都でね座っていてくださいよ。包囲するぞ。出陣します。すごい、読めない。何家なんだろうな。小早川正平殿に子が生まれましたと。表情を始めますぞ。報告いたしますぞ。待てよ、武田城を一緒にちょっと援軍出し上げるべきだったね。姫路600。我が戦お見せしましょう。よし、待てよ、こいつ押せてないな。武田城だ、一緒に行ってこい。遠藤家は、あ、滅んだんだ。三村家、
おう、うちにね従属してるんだよねこいつら確か。よしよし、君従属先がね大きくなる分には全然ね嬉しいものですよね。だって敵じゃないんだからな。援軍だ援軍。村上家は正直ねどうなってもいいんで、ほんと諸刃の剣で行ってどうぞ。出陣します。足利家より使者が来ておりますと。またか、ありがとう。あ、出た、風が震えろ。統率38、武勇28、知略14、政治95っていう、なんか今川氏真みたいなね感じだね。表情を始めますぞ、報告いたしますぞ。まあ、なんであいつを作ったのかっていうのと、なんであんな風貌なのかっていうのがねだいぶ気になるな。まあ、あっちの戦終わったようなもんか。よし、力を合わせ戦い抜くのだ。別所家は滅んだと。捕獲した。よし、対局。戻るぞ。戻ります。じゃあうちのやつが戦闘切っちゃいけないんだけど、まあ強行でいいか。ご命令を報告いたしますぞ、報告いたしますぞ。浪人がいるようだね。回収をしろと。まあまだいいです。よし、じゃあとりあえず今回はここでにしたいと思います。